ゼニ型平時取物控え。野村古道。神隠し。一。親分は、長い間に随分大勢の悪者を手がけたわけですが、その中で何としても勘弁ならねえといったやつがあるでしょうね。ガラッパチの八五郎は、妙なことを尋ねました。 晩秋のある日、神田の裏長屋の上にも赤とんぼがスイスイと飛んで、涼しい風が素合わせの襟から袖から何とも言えない爽快さを吹き入れます。それはある。平治はキセルを指の先で回しながら、あれかこれかと考えている様子でした。 めったに人を縛らない親分が、憎くて憎くてたまらなかったという相手は、一体どんな野郎です主殺し、親不幸。そんなのは悪いに違いないが、本当に憎くてたまらないのは、小さらいだよ。へえ。梅若丸の昔から、人さらいの種は尽きないが、子供をさらわれた親の嘆きを思うと、 俺はこう行き詰まるような気がするよ。世の中にあれほど殺生な悪事はないな。そんなもんですかねえ。八五郎は長い顎を撫でて感心しておりました。ところで八。ええ。近頃、俺は門沸かされた子供を探してくれと頼まれているんだ。探してやりゃいいじゃありませんか。 相手が良くないよ。へえ。二千二百国取りのご体身、お旗本の歴歴だ。町方のものをゴミみたいに扱うから、俺は旗本や御家人は大嫌いなんだが、後取りの男の子がさらわれたとなると気の毒でもあるな。気の毒があるぐらいなら、行って探し出してやりましょう。金にする気でさらったんならまだどうにかなるが、 取り返す手段がなきゃかわいそうじゃありませんか八五郎は薬器となりました。我がガラッパチは稀に見る女人崇拝者であるとともに、かなりセンチメンタルな人道主義者でもあったのです。かわいそうにはかわいそうだが、そのお屋敷にはすごいお妾が一人飼ってあるから、お家騒動が絡んでいそうなんだ。 土台、コッパ旗本などがご体操に、仮名を絶やさないため、うんぬんと勝手な理由をつけて、ろくでもない子を幾腹も産ませるなんざ、戦場の沙汰だよ。俺は暇で暇でしようがないんだが、そんな揉め事には首を突っ込みたくないよ。なるほどね。平治の潔癖の前に、八五郎は一応承服しました。が、 でも、さらわれた子供とその母親がかわいそうじゃありませんか。裏なり当願みたいなガキでも、生みの母親にとっちゃかけがえはないはずで。暇で暇でしようがない体なら、ジょいと覗いてやるのも苦毒じゃありませんかと、ガラッパチらしくこね返します。うーん、その通りかもしれないね。女の考えは、女に聞くに越したことはない。 どうだ、おしず。行ったもんかな銭形平次は、裏庭で張り物をしているらしい白い姉さんかぶりに声をかけました。八さんの言うのはもっともですよ。言ってあげたらいいじゃありませんか。まだ十分に若くも美しくもある恋女房のおしずは、子供を持った経験はありませんが、それでも女らしく、 こう思いやりのある言葉を伝えるのでした。どこです先は。八五郎は少し乗り出します。飯田町、持ちの木坂の堀江頼母様。二千二百国取りの旗本だ。ここには、奥方のお鈴さんと、お妾のお若というのがいる。堀江頼母という人は、働き者でいい男だが、 十年まで奥方に子供がなかった。もっとも、奥方の里方は微力して、ろくな後ろ立てがなかったために、奥方の推しが効かないせいもあったろう。五年目に、目かけのお赤というのを入れ、間もなく、徳松という子が生まれた。川柳の、来た月を入れて初初暗いなりというやつだ。ええ。 八五郎は面白そうに額を叩きました。ところが、意地の悪いものだ。それからは間もなく奥方も解任して、あくる年、同じく男の子を産んだ。それは修太郎と言って、今年四歳になる。後取りは、年は一つ下でも、本妻の子の修太郎と世間でも親類型でも疑わなかったが、 妾かけのお赤というのがしたたかで、殿様に油をかけてご長愛を独り占めにした。この女は、やぐ下で叩き込んだ古だぬきで、おいのにえたもご存じないような、二千二百石の殿様を手玉に取るなんざ、朝飯名だ。へえ、よくある節ですね。殿様は、近頃本妻のお鈴の肩にうとうとしくなって、 家の跡取りも年上という理由をつけて、諸福の徳松に決めるつもりらしい。が、それでも奥方が丈夫で光っているし、着子の修太郎が四つという可愛い盛りで、何にも知らずに慕ってくるのを見ると、目かけの愛に溺れた殿様でも、手っ取り早く決めるわけにいかない。煮えきらない心持ちで火を食っていると、ちょうど三日目だ。 門前で遊んでいた周太郎が、いつの間にやら見えなくなった。屋敷の人たちは、出入りのものを借り集めて、大騒動で探したが、三日経っても帰ってこない。奥方のお鈴さんは半狂乱で、三度のものも食わずに悲嘆に暮れている。何とかして探し出してくれ。このままにしておいては、素性の知れないお目かけのお若の子が、 由緒正しい堀江家の後取りに直されるかもしれないと、用人の松山常五郎という人がやってきて、立っての頼みだ。そいつは言ってやらなきゃ、男が立ちませんね、親分。八五郎は妙に力ぶを入れます。俺は実定を預かる町方の御用聞きで、男立てやヤクザじゃないが、ともかく行ってみるとしようか。そう来なくっちゃ。 銭形の親分と言わさねえ。何をつまらねえ。でも、平次はとうとう動き出しました。二。餅の木坂の堀江家の通用門から、お勝手口へ顔を出した銭形平次と八五郎は、内玄関から畳を敷いた部屋に通されて、 茶用歌手よと思いのほかの待遇でした。平次殿に八五郎殿か。よく来てくだされた。殿にも大層なお喜びで、くれぐれもお礼を申すようにとのお言葉だ。容人の松山常五郎は、手を取らぬばかりの喜びようです。四十五六の容人連れのした人柄ですが、平次に言わせると、 こんなのが案外恐ろしく頑固な主思いだったりすることがあります。その後、若様のお便りは何にもない、困ったことじゃ。一応心へのために、お屋敷内の皆様にお目にかかりたいと思いますが。いいとも、早速殿に申し上げよう。それからしばらく待たされて、 若い綺麗なおこま遣いが、どうぞこちらへ、と案内してくれました。この頃の旗本屋敷らしく、天井は低く、窓は小さく、廊下もさして広くはなく、なんとなく薄暗い感じですが、それでも、木口も立派でよく磨き抜かれてあり、おびただしい部屋部屋の長度も一粒寄りの良い品で、 内服らしさが丁内いっぱいにみなぎった感じです。奥の一間、左右からからかみを開けると、教則によって三十七八の立派な武家がにこやかに二人を迎えました。平時八五郎と申したな。いや、ご苦労であった。せがれがかどわかされては、家内の地熟になることじゃ。それに、 奥の悲嘆が見ていられない。何分頼むぞ。二千二百国取りの殿様にしては、いかにも助才ない調子でした。精一杯お探しいたします。ついては、お屋敷の内外を自由に調べさせていただきとうございますが。ああ、いいとも。何分よろしく頼むぞ。口を聞いたのはたったそれだけですが、 平次は満足した様子で引き下がりました。続いて奥方の部屋。これは縁側から回って声をかけると。まあ、よく来てくれました。どんなにお前方の来るのを待ったことか。そう言って端に出てきたのは、35、6の、少し寂しいが、美しいというよりは清潔な感じのする、 品の良い奥方でした。お気の毒でございます。できるだけのことはいたしますが、少しばかりお話を願いたいと存じますが。いいとも、なんなと遠慮なく。若様は、時々お一人でご門の外へ出られるのでしょうか。何と申しても、子供のことですから、召使いにはよく見張るように申し付けてありますが、 時々一人で外へ出て、近所の子供衆と遊んでおります。ことに、隣の荒物屋の子と親しいようで。人見知りをなさらない方でええ、誰にでもよく懐きます。普段、お屋敷では、誰と一番よく遊んでいらっしゃいました。小間遣いの吉や、若党の三次と仲が良かったようで。 お屋敷の外の方では。荒物屋の子ぐらいのものでしょうね。他には心当たりがありません。話はそれだけでした。いい加減に切り上げると。どうぞお願い申します。あの子が帰らなかったら、私。あとは田元に顔を埋めて、障子のうちに入ってしまいました。 次はおめかけのお若の部屋。それは奥方の部屋よりも明るく大きく、諸福の子の徳松が、玩具を部屋いっぱいに散らばして遊んでおります。ご苦労ね、とんだ人騒がせをして。そういうお若は27、二十七八の、それは派手な女でした。少し太りじしで、色の白い、 媚びを含んだ妙にそっけない物言いも思わせぶりなところがあって、男を苛立たせずには置かないといった太ちの女です。そばで精一杯おもちゃを散らばして遊んでいるチゴは、大柄でお人形のような造作をした顔ですが、なんとなく愚鈍そうでもあります。この女から何を聞いてもおそらく正確な答えを得ることが難しいと思ったか、 平氏はそれっきり引き下がりました。あとは容人の松山常五郎を除けば、一気半気の方向人ばかりです。そのうちの一人、さっき案内してくれた綺麗な駒遣いは、お吉といって十句、傍州から行儀見習いに上がっているそうで、私は何にも存じません。でも、 奥様がおかわいそうです。若様にもしものことがあったら、生きてはいらっしゃらないでしょう。若様はどちらかといえば、勘の強い方で、滅多な人には懐きませんでした。お屋敷の中でも、お相手のできるのは、私と若党の三次さんくらいのもので、他には荒物屋の子が時々遊びに来ましたし、ご親類方では、奥様のお妹様、 お朝様にはよく懐いていらっしゃいました。その、お朝さんとやらはどこにいるんだ市ヶ谷でございます。もう三十を越した方で、ご不縁になって奥様のお里にいらっしゃいますが、お里方と申しても、今では弟様ご夫婦の所帯だそうで。ここで平氏は、奥方と駒遣いの言葉の間に、 大きな食い違いのあることに気がつきました。若さまとお部屋さまの間はお腹はよろしい方でございました。お二人の若さまがご一緒に遊ぶので。滅多な人には懐かない若さまでしたが、お子さまはやっぱりお子さま同士で、徳松さまとご一緒に遊びたさに、お部屋さまのおっしゃることはよく聞いたようでございます。 お吉はよく話してくれました。なんとなく気軽な、好感の持てる娘です。続いてあった若党の三次は、三十前後の色の浅黒い小柄な男で。あっは何にも知りませんよ。若様とは大の仲良しでしたがね。これは、どこの子供衆も、四覚基調面なことを嫌いだからで、何の不思議もありません。 ええ、若様は滅多な人とは口も聞きません。そんなことを言う調子が、妙に駆け引きが強そうで、渡り物らしいしたたかな感じです。それから三日の間に変わったことはないのか。若様が見えなくなってからだ。奥様がつくど八万様へお参りに行っただけです。ええ、昨日でしたか。 おみくじを引いたら今日が出たとかで、ひどくしおれていらっしゃいました。おともは、おひ人りのようでした。三時がすむと、あとは下女のお腹にに、飯炊きのおろく。どちらも在も者で、若様紛失とは関係がありそうにも見えません。が、ただ二人の口から、若の行方知れずになった夕刻。 屋敷から外へ出た者は一人もなかったことだけは確かめました。八。市ヶ谷に回って、奥方の里方にいる妹さんに会ってみてくれ。それから、下理、つくど八万様に回るんだ。昨日、武家の奥方が参詣した時の様子。誰にも会わなかったかどうか、それを聞くんだ。ええ。それからもう一つ。 あのおめかけの身元を洗ってくれ。あの女は素性のうるさい女に違いない。と、もう一つ。若党の三次も、ただの奉公人にしちゃ目端が効きすぎるようだ。誰か下っ引きをやって、受け人を調べさせてくれ。親分は俺か。<laughs> 俺に用事がなくなるのが不足だというのか。心配するな。 あらもの屋のせがれにあって、最寄りのおもちゃ屋と駄菓子屋を調べて、家へ帰って昼寝をしながら考えるよ。一さらいなら、江戸から出さないように、四宿と船の出入りを見張らなきゃなりませんね。八五郎は常識的なことを言います。三日も命のことだ。江戸から連れ出す者なら、もう箱根を越しているよ。だがな、八。 若様の修太郎とかは、あまり良い小柄ではなかったようだ。勘が強くて、人好きが悪くて、父親にまであまり可愛がられてはいなかった。人さらいの狙うような玉じゃない。もし、また金にする気で狙ったんなら、塔に何とか言ってくるはずだ。こいつは間違いもなく、お家騒動さ。なるほどね。そんなもんですかね。 ガラッパチの定石は、一んに消し飛んでしまいました。三。その晩、平治のうちへ八五郎がやってきたのは、もうだいぶ老けてからでした。平治はそれまで、珍しく女房のおしずを相手に晩酌の追加などをして待っていた様子です。 ああ、くたびれた。江戸中を二三遍駆け回ったような心持ちですよ。ご苦労ご苦労。まあ一杯やりながら話してくれ。古文思いの平次は、自分で立って酒好きなどを出してやります。大一もありがたいが、それより腹へ底を入れなきゃ飲んだような気がしませんよ。朝から蕎麦を二杯食ったきりで、 山の手一円から芝まで駆け回ったんで。呆れた野郎だ。また空っ血か。お察しの通りで。お神の御用で、いつどこへ飛ぶかわからない体だ。せめて、二種なり一部なり、用心金は持っているもんだよ。それが御用聞きの足しなみだ。と言っても、俺も三百も持っていないことはあるがね。 平次はそう言って苦笑いするのです。ところで、こうでしたよ。奥方のお里方へ行ってみると、妹のお朝というのが、足の胸ぐらをつかまないばかりに、お願いだから、一日一刻も早く、若さまを探し出してくれ。か沸かした奴は大方わかっているが、いずれ若さまを亡き者にするに違いない、という騒ぎなんで。あの女は、 姉の大ジな子をさらったのは、おめかけの回し物に決めている様子です。それから、若様の雪型知れずになったのは、堀江の屋敷から人が来て、その晩のうちに聞いたそうです。もう一つ、奥方は昨日確かにつくど八万様へお参りに行って、おみくじを引いていますよ。あの通り目に立つ人で、大勢が見ています。もっとも、 おみくじどころで聞くと、奥方の引いたおみくじは、今日でなくて吉だったそうで、少し変じゃありませんかうーん。平時は唸りました。何かしら妙に食い違いの多い事件です。おめかけの大赤というのは、やぐら下で鳴らしたしたたかもので、引き抜くと尻尾が九本生えている白物ですよ。あの、兄貴だと言って、 持ちの木坂の屋敷に出入りしている林時とかいう男だって、兄貴だか何だか分かったもんじゃありません。それから、若党の三寺。あれは親分のお察しの通り、仲間では評判の良くない渡り物で、三道楽に身を持ち崩した底辺な白物ですよ。よしよし。それで色々のことが分かったよ。俺の方はまるっきり死刑だ。 荒物屋のせがれの時次郎は、はにかんで何にも言わないし、神んだから番長へかけてのおもちゃ屋にも駄菓子屋にも何の変わりもない。仕方がないから、内ちへって一生懸命考えたよ。結構な知恵が浮かびましたかいんにゃ、知恵の方も死刑だ。明日もう一度持ちの木坂へ行って調べ直してみよう。平次はそう言って、大きなあくびをするのでした。 事件は、しかし明る朝を待ちませんでした。その晩平治は、銭形の親分さん、お願い申します。夜更けになってあいすみませんが、持ちの木坂の荒物屋から参りました。遠慮がちではあるが、恐ろしく緊張した様子の声と、格子を叩く音に目を覚まされてしまったのです。なんだい 餅の木坂の荒物屋でどうしたんだ入り口の狭い山上に泊まり込んでいた八五郎が飛び起きました。せがれが夕方から見えなくなりました。八方に手をあけて心あたりを探しましたが、どこにも見えません。堀江様の坊ちゃまのこともあるので、あのお屋敷のご用人に伺ってお願いに参りました。誠に申しかねますが、一粒種のせがれ一人を助けるとおぼしめして、 お願いでございます。傾いた月明かりに透かしてみると、三十五六の実直そうな男が、格子にすがりついて、泣かぬばかりに訴えているのです。そいつは気の毒だが、もう夜明けにままるめ。後から行ってみるから、先行けって待ってくれ。そうおっしゃらずに、親分。こうしているうちにも、 五歳になるせがれの時次郎が、恐ろしい速力で自分たちの手の及ばぬところへ飛んで行ってしまうとでも思い込んでいる様子です。八、そんな気の長いことを言わずに、今すぐ一緒に行ってみてやるがいい。俺も後から追いつくから。ええ。隣の部屋から平時に声をかけられると、一も二もありません。八五郎は、 寝たらぬ顔を水で洗って、荒物屋の亭主と飛んで行きました。飯田町へ駆けつけてみたところで、八五郎が出しぶったのも無理はなく、夜の明けぬうちは、どこを探してみるあてもありませんでした。いつものように、薄暗くなるまで外で遊んでいました。五つと言っても、知恵も柄も、六つ七つに見える方で、 夕方の忙しい時はよく一人で遊んでおります。お隣の堀江様の坊ちゃまが門沸わかされたという話も聞きましたが、あれは身分の方のことで、手前どもの汚いガキをさらったところで百問にもなるわけはなく、安心して目を離していたのが間違いでございました。こいつは、やっぱり神隠しとでも申すようなものでしょうか。亭主と女房は、 ひどい興奮と焦燥に駆り立てられて、変わる変わる子を語るのでした。江戸の真ん中でそんな馬鹿なことがあるわけはない。いずれ人間の仕業だろうが、日頃子供を手なずけている者に心当たりはないのかな一向心当たりはございません。どなたにでもよく懐く子で、普段からそればかり心配して、知らない方と一緒に遠くへ行かないよう、 うっかり物などをもらわないようにと言い含めておきましたが。<laughs> 女房はそう言いながら、自分の不行き届きをせめて、さめざめと泣くのです。そこへ平時も駆けつけましたが、さて、手の下しようもありません。4。その日の昼過ぎ。 荒物屋に一通の手紙を投げ込んだものがあります。取り込んでいた時で、その風景もわからず、小僧が後で店のどまで拾って騒ぎになりましたが、その時はもう投げ込んだものの姿もなく、お隣の堀江家の通用門へ女の姿がちらと隠れたのを見たというものもありますが、あまり当てにはなりません。手紙は、 小菊を一枚小さくたたんだもので、中には文字がたった産業。子供はしばらく預かる。心配無用。命に別情はない。とこう書いてあるのでした。相当にかける手を隠して荒々しく書いたもので。気をつけてみるがいい。乱暴に書き殴ってはいるが、角角の滑らかな金書きの癖と、 妙に優しいところがあるだろう。これは間違いもなく女の書いたものだ。平時はそう言うのです。その日一日頑張ってみましたが、大した収穫もなく、平時は八五郎だけを残して自分の家へ引き上げました。その晩も遅くなって帰ってきた八五郎の報告によれば、 荒物屋の方は何の変わったこともなく、堀江家の方は姉の奥方を慰めに来たという妹のお朝が日が暮れてから帰って行きましたが、まもなく若頭の三次がそれを追うように出て行き、六半頃、おめかけのお若の兄という臨時がやってきて、一時近くお若のところで油を売って帰ったというのです。 持ってきた品か、持ち出した品はないのか。平次は妙なことを聞きました。お朝が小さい風呂敷包みをデージうに抱えていきましたが、あとは空手で人間一人隠して持ち込んだ様子はありませんよ。八五郎は先をくぐってこんなことを言うのです。その翌日は、今度は堀江の屋敷から、 出入りの職人が宙を飛んできました。大変親分すぐ来てくださいなんだ何が大変なんだ居合わせたガラッパチが、親分の真似をして、妙に落ち着き払います。若党の三次が殺されたんです何親敷の塀の外で、辻斬りにでもやられたんでしょう。 真っ向から梨割りに切られて死んでいました。そいつは大変だ。ガラッパチもさすがに驚きましたが、平治はその掛け合いを隣の部屋で聞くと、早くも支度をして出てきました。行ってみよう、八。ええ。親分と子分と、それから使いの者は、物をも言わずに飯田町へ飛んだことは言うまでもありません。 若カ島三次の死骸は、堀江家裏手の兵外にありました。町役人が二三人と、係かり合いの近所の衆と、それに堀江家の用人、松山常五郎が出て見張りをしておりますが、どう処置したものか、工夫に余って、睨み合いのまま時が経っていく様子でした。ごめん。剣士名によく見ておきたい。 平次はむしろを取りました。その下にある死骸は、醜い格好に崩れた若党の三事で、小粋な男前もこうなっては惨憺たるものです。傷は脳天から二三寸切り下げたすごい技。おそらく声も立てずに死んだことでしょう。正面からこれだけ切るのは、親分。三時が油断をする相手だ。 そしてすごい腕前だ。少し血が少ないとは思わないか。そういえばそうですね。平次と八五郎はこんなことを応酬しております。ゆうべ三時はどこへ行ったんでしょう。平次は用人の松山常五郎に尋ねました。毎晩のことだからわからないが、 いずれどこかの賭場へでも潜り込んでいたことと思うが。松山常五郎の調子には、ひどく三次をこきおろすような響きがあります。遅く帰った時はどこから減るんです通用門のくぐり戸はいつでも開いているよ。念のために、お屋敷の中と三次の部屋を見せてくださいませんか。ああ、いいとも。 松山常五郎が案内して、堀江の屋敷に入りました。くぐり道を入って二三十歩行くと、新たに芝地を掘り返した畑で、桑の跡も生々しいところへ、白いものが一つ落ちております。拾い上げてみると、それは子供のおもちゃ。ろくろ細工に彩りをした兎。しかも、その兎には、 少しばかりつさえついているではありませんか。近所の子がよくごん内へ入るからのう。松山常五郎はそれを見て弁解らしく言います。三時の部屋は何の変哲もなく、持ち物もひどく少ないのですが、不思議なことに、押し入れから引き出した氷の中からは、紙に包んだ小判が十枚ほど出てきたのです。 低層苦面のいい男ですね。年に4両の若党の給料では、重量を貯めるのは容易のことではありません。それに、三次は勝負事が好きだと言ったね。勝ってきた重量かもしれませんよ。この紙の匂いを嗅いでごらん。勝負事で儲けた金を、こんな紙に包む奴があるだろうか。ええ。 こいつは女の匂いですね。ハチ郎ロは大きい鼻をひくひくさせております。髪には高価な化粧品、洗浄口あたりでなければ真似られない匂いが染み込んでいるのでした。5。平次はその間に大勢の下っ引きとハチ郎ロを動員して、 妾かけのお若の身元と、その兄と言ってる臨時の素性を念入りに洗いました。二人の子供の方はどうなるんですそれもおいおいわかるよ。堀江の殿様が、今までお妾かけの子にばかりちやほやしていたのが、奥方の子がさらわれてから、急に、修太郎の行方はまだわからんか、修太郎はどうしたろうと、そればかり心配するようになったようですよ。 妙なもんですね。それが親心というものだろう。ところで、今晩俺と一緒に、市ヶ谷の奥方のお里まで行ってくれ。何があるんです何でもいい。その時になればわかることだ。平次はそんなことを言って、八五郎の好奇心を釣っております。その晩。 一ヶ谷の月岡何菓子の老宅、堀江頼母の奥方の里方に集まったのは、堀江の奥方おすず妹のお朝、弟の月岡何菓子夫婦、それに堀江家の用人松山常五郎と銭形平次、その子分八五郎の七人でした。八畳の質素な部屋に、 首を集めるように並んだ六人は、何を切り出すか分からぬ銭形兵士の話に固唾を飲みます。さて、皆様、わざわざお集まりを願ったのは、お頼みの堀江様若様、修太郎様と荒物屋のせがれ、時次郎の行方が分かったからでございます。六人は居住まいを直して、互いに顔を見合わせました。 本来ならば、お屋敷へ申し上げるところですが、その命に、心へのため、皆様のお耳に入れたいと存じ、ここにお集まりを願いました。平時は何の巧みもなく、いとも平坦に話を進めました。若様は、母子様は人懐っこいとおっしゃいましたが、どちらかと申すと感能強い方で、 滅多な方と一緒にどこへもいらっしゃるはずもなく、あの晩お屋敷では外へ出た方もないところを見ると、外から若様を音も立てずに連れ出せる方はたった一人しかございません。はっと神戸を垂れたのは、奥方の妹のお朝でした。これは奥方とお話し合いの上で連れ出しなすったことで、奥様が来る日外へ出られたのは、 若様とお会いになるためであったと思います。そして、つくど八万様へお回りになって、おみくじをお引きになった。おみくじは吉であったのに、京であったとおっしゃいました。そればかりでなく、奥様のお嘆きは大げさではありましたが、決してお人柄相応のものではなく、多分にお芝居があったように見受けました。平時はずけずけと言ってのけます。 今度ははっと神戸を垂れたのは奥方のお鈴でした。その翌日にお朝さんが飯田町のお屋敷へ来られたのは若様がむずかるのでおもちゃを持って行くためだったと思います。四つになる若様はなかなかなだめきれない。現にその命の日は日頃仲良しの荒物屋のせがれを連れ出して当分若様のお相手をさせる気になった。 これは少しやりすぎでした。この行きを嗅ぎ出した若党の参事は、多分奥方を揺すったことでしょう。まず重量の金はお渡しになったが、二度目の時はお朝様の後をつけて、若様を隠した場所を突き止め、若様のおもちゃ、六路細工の兎を持ってきて、今度は御用人を揺すった。御用人は最初この細工を知らなかったが、 だんだん聞いてみると奥方がお気の毒になり、それにつけても三時の悪党ぶりに我慢がなりかねて、裏へ連れ出して切って捨てた。真っ向から切ったのは、あの月夜では懇意なものでなければならず、腕のさえから見て、足は御用人の他にないと見抜きました。三人目、用人松山常五郎は黙って頷きました。 血の跡を隠すために芝血を掘り消して急に畑にし、死骸は兵素とへ取り捨てられたが、血のついたおもちゃまでは気がつかなかった。いかがでしょう。この平士の申し上げたことに、違ったことや足りないところはなかったでしょうか。あっしは待ち方の御用聞きで、ご体身のお旗元の内緒ごとにまで口を入れたくはございませんが、せっかくのお言葉で、これだけ調べ上げました。 平次は静かに言い終わります。それを待っていたように。一言もない。まさにその通りだ。万事はこの松山常五郎の冬木届から起こったこと。ごめん。ま、待っておくんなさいまし。日本雑誌はすぐそれだから大嫌いさ。ねえ、松山様。腹を切ったって収まるものは収まり。 収まらないものは収まりません。それより、何もかも打ち明けて、ここまで追い込んだ奥方のご難儀を救う気になりませんか平次は慌てて止めました。この松山常五郎という用人は、平次の鑑定通り、見かけによらぬ順調家だったのです。平次殿、許してください。 みんな私が至らぬから起こったことでございます。奥方は膝の手を滑らして畳の上へ崩れました。誰にともなく浴びたい心持ちでしょう。重そうな頭を幾度も幾度も下げると、放り落ちる涙が畳を半々と濡らします。妹には和歌が毒害されるかもしれないから、 しばらく身を隠させるようにと頼みましたが、実は、実は、<laughs> 奥方は言いしぶりましたが、あげた顔が平時の熱心な目に合うと思い切った調子で。そうでもしたら、殿様が若やこの私を不憫と思ってくださるかしらと、浅はかな心持ちでやったことでございます。なんという馬鹿な私だったでしょう。 そのために、荒物屋夫婦にも嘆きをかけ、若党の三次は命を失いました。私はもう、私はもう。奥方はただひた泣きに泣くのです。よくわかりました。ご心配なさいますな。平次は胸一つにたたんで、このことは生涯口にも出しません。若様と荒物屋の子が、 神隠しになっていたことにし、今晩、くど八万様の境内で見つけてきたと言って、お屋敷へお連れなさいまし。それは本当かい、平次。そしてこの私は、罪の深いこの私は。何の、罪もヘチマもありゃしません。夫の心をしっかりと抑えて、本妻の格式と、一粒種の子供を守り通そうという女には、それぐらいのことは許されていいはずです。 若党の三事は、旧悪の報いで、揺すり損ねて切られたに違いありません。誰が奥様を咎めるものでしょう。ありがたい、平次、このご恩は。奥方もお朝も、用人常頃までが、思わず手を合わせるのでした。拝んじゃいけません。仏様にされるにはまだ早い。ところで、 おめかけのお若。あの女の悪い素性をすっかり洗い出しましたよ。臨時というのは、兄貴ではなくて、やぐ下にいる頃からの負荷まで、今では亭主も同様です。あの子、徳松だって、誰の子だか分かったもんじゃありません。こいつは奥方のお口から申し上げにくいでしょうから、動かぬ証拠を揃えて、足から殿様へ申し上げましょう。 一座はただ感激に浸って言葉もありません。さあ、八、友揃いだ。若様を守護して、持ちの木坂のお屋敷へ帰るんだ。今晩にも殿様にお目通りを願って、これに懲りて、休めかけなんか置かないように申し上げよう。新罰は新たかだぜ。平次はこんなことを言いながら、 しょんぼりと留守スタクに平時の帰りを待っている、恋女房のおしずのことを考えていたのです。